どうも皆さんこんにちは、京平です。今回はシンプルなトランジションの撮影方法と編集方法、こちらご紹介したいと思います。それではまず撮影から入っていきます。しっかりと手すりを越えてカメラを構えてください。できたら手すりに当たらないようにカメラを下に動かします。この時しっかりと手すりを越えて下に来るようにカメラを動かすことを意識してください。そうすることによってこのような映像を撮影することができます。これが一つ目の方法です。二つ目はジンバルポイントを上に上げて下に下げて後ろからついてくる、このような順番を意識して撮影してみてください。今回ジンバルを使ってますが、手持ちの時もこれを意識してお願いします。今撮影した素材2つをプレミアプロを開いてタイムライン上に追加して、追加できたらトランジションをかけたいポイントを見つけます。今回ここでマスク掛けを行います。不透明度のペンツールに持ち替えてここでマスクをかけていきます。もしかけにくかったらここの全体表示のとこを 50% に切り替えて調整してください。このようにかけれたら暗くなるので、このような状態になったら反転を押してここでマスクバスの時計アイコンをクリック、クリックできたらここのマスクを1フレーム右に動かしてここで再度マスク掛けを行います。ここは皆さんの使っている素材を優先してマスク掛けを行ってください。1フレームできたらもう1フレーム動かして調整、ここを丁寧に行うことで最後の映像の仕上がりにも影響が出るので丁寧に行ってみましょう。もう1フレーム動かして調整と、1フレーム動かして調整ですね。もう1フレーム動かして調整、このように全体を覆うことができたら一番最初のキーに移動します。キーに戻ってここから1フレーム次は左に動かしてマスクを画面から外します。マスクを1フレーム左に動かしてマスクを下にずらす。こうすることによってマスク掛けがない状態から画面全体に覆う、このような過程が編集できます。できたら素材を1フレーム上に動かして後ろの素材を前に持ってきます。こうすることによってこのようなトランジションが可能になります。次にマスクをかけた素材を選択、ここのマスクぼかしの値を調整します。ここの値は皆さんの好みで調整してください。ここまでできたらこの素材にエフェクトブラーを追加していきます。エフェクトのブラーでここの方向を追加、追加できたらコントロールパネルに進んでこのブラを変えていきますが、最初にポイントを見つけてください。ブラをかけたいところですね。今回この手すりが下に変わる、素材が入ってくるこのポイント、ここで値を調整します。ブラの長さの時計アイコンをクリック、できたら最後まで秒数を進めてここで値を調整します。この値は皆さんの好みで調整してください。ここまで調整することによってこのようなぼかしがかかった編集になります。今回の編集は以上になります。今日は撮影と編集方法をご紹介してみました。ぜひ皆さんこちらのトランジションを作ってみてください。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。